いい。バカボンのパパなんだぞー, <laughs> <お>ー <laughs> !3 本目、取っとくよ。3本目。いきまーす。あのー、なんでね、あの、1本目、2本目でライトワーカー集合。ね。そして、そういう人たちがどんどん表出よう。そして、各地域でお話会やろう。そして、その後に YouTube に出よう。<laughs> ね。全国区になろう。ね。こういったことを言ってるかっていうこと。 これがどうして大事かっていうこと。それから二つ目。二つ目は、えー、僕の未来予想は、とにかく平和。うん。が湘南。うん。そして、平和な状態で、アセンションを体験しに来た。うん。わかります。もう、大峠で、嫌な思いをして、辛い思いをしてっていう、そういうフレーズに、僕はそこに思考を向けたくない。<laughs> 僕は。うん。それと、 もう一つは、とにかく、先進をして波動を上げよう。波動を上げたら、冷静が上がるぞってことを思いっきり伝えたい。<laughs> うん、という、僕の未来思考です。これが。ねこれが僕の未来思考。うん、いい悪い言ってるんじゃないよ。どの,あのフレーズも全部自由。ね、自由意志だから。どうなるかみんなが自分で決めていいんだよ。想像だからですね。なぜ自分が想像主だから。うん、ただ、 どうしてこういうことを言うかということは、ちゃんと目的があるから言ってるってことです。で、えっ、ー、と、えー、僕は11月の24日まで、ね、石井さんとの、まあ、お話し会をやりますが、えー、この時に必ず僕の時間も1時間必ず取るように決めてます。うん、そして、僕はこの1時間で熱く、 自分の思いをその会場の皆さんに語っていきます。その時に語る内容は感情のコントロールです。感情です。うん、この感情が僕は、えー、とにかく嬉しい、楽しい、ありがたい、ね、面白い、ウキウキ、ワクワク <laughs> この感情に全員になってもらいたい。ね。そして帰ってもらいたい。これが僕の目的です。目的。うん。で、この目的を達成し、そういう生き方をやりませんかだからね。僕は。うん。いいですか。それを、いつま、いつね、未来どうなるかわかんない。まあ、一番、あのー、 現実的なのは、とにえっ、ー、と、金融崩壊です、うん。この金融崩壊がないと、えっ、ー、と、お金に対する考え方とかがこう、変わらないので、ここは必ず僕は起きると思う。うん、だけど、えー、こ、このぐらいの、なんていうのかな、変化。あと、まあ、これだね、ピュッピュッ。うん。これは仕方ないと思う。うん。だけど、この二つだけで十分大峠だよ。 もうこれだけで。<laughs> うん。だから、あと、あの、怖がること何もない。うん。全何もない、もう。ね、地震も、ね、でかいの来ない。津波も仮に来たとしても、ね、ちょろパ,ッパ <laughs> うん。ね、火山噴火、富士山、噴火はちょろパッパ <laughs> あッパッパだ。<laughs> そこに僕は想像するの。 なぜ僕は創造主だから僕は神だからだから私の中には天変地位なんかないうん。楽しいことしかないワクワクしかないうん。っていうことで最後1時間お話し会では徹底的に感情っていうものがどれだけ大切かっていうことを熱く語ろうと思ってます。うん。で 石井さんとのお話し会が一区切りついたら新たな、ね、新たな無名の人たちとのコラボのお話し会を日本全国でやっていく。うんね、その時にぜひ各地域の幹事さん、ぜひうちでやってくれ、こっちでもやってくれっていう人手を挙げてください。<laughs> どこでも行く <laughs>、ね。 その時に、あのー、その、えー、やっぱり、こう、ライトワーカーの卵だね。うん。眠ってる卵。ね。ダイヤモンド。うん。金の卵。<laughs> この人たちを、とにかく表に出したい。うん。とにかく表に出したい。うん。そして、えー、そういう人たちが、えー、どんどん有名になってもらって、そしてそういう人たちから、 どんどん勇気をもらって、そして希望をもらって、ね。それから、えー、夢をもらって、未来は明るいんだぞ。未来は幸せなんだぞ。うん、未来は幸福しかないんだぞっていう、そういう、えー、人たちの集合体を作るんです。<laughs> みんなでやり遂げましょう。<laughs> でもさ、楽しいよ、こっちの方が。うん ね。あのー、確かに宇宙人のことを知る。それから死ぬことが怖くない。うん、で、あの世の方が幸せである。これね、どうもう、もう100%合ってるよ、うん。もう僕、何十人、何百人って、その霊的体験、臨死体験してるような人たちといっぱい会ってきたけど、みんな同じ、同じこと言ってるもん。うん、だから、 あの世の世方が楽しくて幸せで、とにかくもうこんなに素晴らしい場所はないっていうところでみんな体験はしてるんだけどでも肉体持ってわざわざざ地球にに遊びに来たんだよ <laughs> このこの生きづらい地球に波動の低い星にわざわざやってきたんだよだから楽しもうとにかく楽しもうよ。<laughs> じゃあ何を楽しむかって言ったらさ、とにかくみんな感情がさ、暗いん、暗い。ねえ、うん。不安と恐れと恐怖にさ、もうこれがもう基本になっちゃってんだもん、みんなが。それはしょうがないよ、もう。ディープステートに散々やられちゃったんだもんさ。<laughs> 洗脳させられちゃったんだ。それは簡単にはいかないけどね。うん。でも、そこからさ、ね、もう、 嬉しい、楽しい、幸せっていう世界にみんなに、みんなでそっちの世界のさ、あの、方向に向かおうよ <laughs>。顔見ただけで笑っちゃうとかさ、ねうん。目が合っただけでニコニコしちゃうとかさ、もうそんな感じになろうよ <laughs>。みんなで作り上げようよ <laughs>。 <laughs> それがいいじゃんやろうやろう、うん、だからもう一回整理するけどえっと11月24日まで石井さんとお話し会は続くけど必ず1時間僕の話は入れますその時に感情の話をちゃんと入れますそしてウキウキワクワク面白がってっていう話を最後締めてそして帰っていただきます それと、ライトワーカーの発掘です。ね。うん。そして、えそういう人たちが表に出てもらって、一緒に、それ、それ、それ、お祭りだっていうお話し会と YouTube を撮りたい。<laughs> そこに、あの、あ、橋面白い。もう私もやりたい。参加したいっていう人。はい、この指とおまれ。この指とおまれ。 一緒に遊ぼうぜ <laughs> 楽しもうぜ <laughs> あ楽しいなんか朝から超テンション高いよ <laughs> さあもうとにかくね、あのー、波動の高い人、面白い人、うん、そういう人とのインタビューでね、いろんな人と話し会話、電話でするだけでもね、幸せだよ。本当に幸せ。 一人じゃない。本当に一人じゃないっていうことがよくわかる。うん、うんまあ。とにかく人生いろいろだよ。いろんなこと起きるよ。<laughs> とにかく起きる。ね。出会いもあれば別れも起きる。うん、特に僕はこのスピードがあまりにも速い。<laughs> この一年間にどれだけね、いろんなことを,を体験したか。どれだけお試しが来たか。 でも、そのお試しの先には、もう光しかない。<laughs> 希望しかない。<laughs> これも体験してきた。だから僕は、この嬉しい、楽しい、ありがたい。この世界観を、とにかく私の想像です。私の想像してそれを作り上げる。うん、これが僕の、ね、未来、未来思考です。<laughs> 僕の世界観です。だからここに、え えー、この僕のこの感覚に賛同する人は集まれー集まれー <laughs> はい、イエーイ